2012年オールジャパン、2回戦隊早稲田大学戦、山形銀行ライヤーズは、山形県を本拠地として、東日本 B リーグに所属している、女子実業団バスケットボールチームである。母体企業は、山形銀行。1989年に創部。山形銀行のイメージキャラクターである、ジャングル大帝の主人公、レオのパートナー、ライヤから、 ライヤーズというチーム名になった。1992年に地元で開催されたベニバナ国体では準優勝を果たす。その後も国体及び実業団の全国大会に出場を重ね、秋田銀行と並び東北を代表する女子バスケットボールチームとして君臨している。2000年に女子日本代表コーチを務めた小島博史23がヘッドコーチに就任。 2006年の野地菊兵庫国体では山形県チームの主力として優勝に貢献。2008年にアトランタ五輪日本代表の山田香ががヘッドコーチに就任すると全日本実業団大会、全日本社会人選手権、全日本実業団選手権でいずれも初優勝で三冠を達成する。2011年のオールジャパンでは3回戦で、 日立ハイテククーガーズを破るベスト8となった。山田が i c a w ングスのコーチ就任に伴うヘッドコーチ退任後、元三菱電機男子の選手で同チームや埼玉ブロンコスなどで指揮を取った福島雅人がヘッドコーチに就任した。またアシスタントコーチとして元 JX の本田忠正しいが加わり、2013年に選手復帰。ありがとうございます。